サスケ、お前は今どこにいて何を考えているんだ。お前は兄貴のイタチを倒した。復讐をした。スッとしたのか、それとももっと苦しくなったのか。サスケ、なんで木の葉に帰ってこねえ。本当にただの犯罪者になっちまったのか。話でもどうだ、渦巻きなると。てめえは！いきなり螺旋丸か。そう簡単にナルトに手は出させやしないよ、ウチハマダラ。このウチハマダラには一切の攻撃は通用しないと。ナルトを捕まえるときは体を実体化する必要がある。ナルト、お前に興味が湧いてきた。てめえはサスケをどうするつもりだ。サスケのことを教えろ。サスケね、いいだろう。なら話してやる。忍び世界の憎しみ、恨みに骨の髄まで侵された男。サスケの話をする上でイタチのことは避けては通れない。まずはイタチの真実から聞け。嘘だ、そんなのデタラメだ。そんな、まさか。やつはサスケのため、木の葉の里のために死んだ。どういうことだ。あいつならイタチの意志を継ぎ木の葉へ帰ってくるはずだ。お前らはサスケの本心を分かったつもりでいたんだろうが、とんだお門違いだ。お前がサスケをそんな風にしたのか。いや、違う。そんなの嘘だ。彼は復讐を選んだ。サスケの今の目的、それはウチハ一族とイタチを追い込んだ木の葉への復讐。どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。ナルト、お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。長きにわたる因縁の戦い、ウチハの存在をサスケに証明させる。サスケもナガトのように心変わりさせてやるとでも。それこそ勝手な言い分だぞ、ナルト。ナガトとてめえを一緒にすんな。だな。お前らに話してもあまり意味がない。お前らとの会話楽しかったよ。じゃあ。